始まりました。カミカン美容室です。はい、この番組は美容やファッション、ビューティーに関してのガールズトークで展開していく、出演者全員が原宿の美容室さんにヘアメイクをしてもらって番組内で発表する番組となっております。10代から20代の女性に向けた番組になっておりますが、男性の皆さんも楽しめるのでぜひ見てください。毎週土曜日朝11時から1時間公開生放送でお送りしております。チャットの参加もできるので皆さんツイッターの方でも書き込めますのでよろしくお願いします。はい、いつも MC3 姉妹で楽しくお送りしていますが、今日は MC2 人チェとさっきんと小やゆりでお送りしていきたいと思います。はい、チャキ姉さんは今日はお仕事で、今日はね、ちょっとお休みなんで、今日はお休みでいないんですけどね、はい、姉さんの分も頑張りますよお願いします。頑張ろうイエーイ。じゃあゲストさんの紹介をしたいと思います。行っちゃいましょうか。はい、はい、じゃあ皆さんボードをどうぞ。はい、どうぞ。じゃあこちらから、はい、はい、平塚千秋さんと同じ事務所から来ました、リアスリーナです。はい、よろしくお願いします。今日はチェキのね、代理ということで、はい、お願いします。お願いします。セリーナ、責任重大。チェキはいつももうツッコミ満載で姉さん的な感じなんで、姉さん的な、今日はセリーナちゃんそういうキャラで言ってくださいね。はい、頑張ります。ちょっと似てるね。キャラ設定しちゃいました。はい、じゃあどうぞ。はい、久保エリサと申します。私は読者モデルをやってるんですが、はい、なんと今日のこの番組の MC の小やつゆりとは同じ事務所で仲良くやっております。そう、仲良しなんです。友達です。仲良しか、はい、しかも同い年の仲良しコンビ。そうなんですよ。アメブロもツイッターもやってるので、うん、久保エリサオフィシャルブログで出てくるのでぜひ検索して見てやってください。お願いします。はい、エリサちゃんお願いします。はい、はい、あ、シノアンネです。字が綺麗、うん、書道よだね。書道よだね。やっぱりそうだったんだ。書道よだね。ちょっとなんか自己主張が強いなんですけど、うんうん、この中でちょっと最年長なんですけど、はい、まあ、ちょっと負けないように負けないようにな。もうね、とりあえず名前が可愛すぎるね。アンネちゃんって珍しい名前ですよね。友達からはちーちゃんとか、あと、あ、事務所からはそっち、こっちのちーちゃん、もったいない。アンネちゃん、アンネちゃん、かわいい名前ですね、呼ばれてます。じゃあ今日はちーちゃんだ。ちーちゃんって呼ぼうか。お願いします。アンネ封印で、封印で、封印でお願いします。はい、皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこの番組はですね、リアルタイムでね、チャットの参加もできるので皆さん書き込んでくださいね。お願いしますよ。お願いします、はい、じゃあ今日は2人で大丈夫ですかね。チャキ姉さんがいないとき、いないんで、私今日は控えめにしたいと思います。いつも通りでいいよ、いつもの爆発して大丈夫。そうそう、大丈夫ですか。実は前回の放送で私爆発してたみたいで、なんかいっぱいね、ふわふわお花が飛んでたんですよ、先週寝てなくて。ピヨピヨしてましたよね。ピヨピヨしてた。私もピヨピヨしてって言われたんだよね、先週ね。先姉さんがいないね。もう今日は結構ふわふわ系の MC お二人なんですね。なんかゲストと言わずちょっと突っ込んでいかないと、お願いします。ふわっと終わっちゃいます。ズバッといきます、久保は。お願いしますね。お願いしますね。まあ、でも今日はちょっと私しっかり系で行くんだよ。あ、本当に、はい、新しい一面が見えたかも。期待してください、はい、じゃあ早速一発目のコーナー行っちゃいますか。行っちゃいますか。行っちゃいます、はい、はい、コーナータイトルはどっち、私、どうぞ。行きますよ。なんだったっけ。はい、行きます。ヘアメイク紹介コーナー、イエーイ。このコーナーはですね、はい、美容師さんに、今日もね、朝皆さん9時集合で、はい、パパッとね、美容師さんまで行ってやっていただいたんですけども、はい、そちらの美容師さんとみんなの髪型のポイントなどを紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ一発目、小百合からいっちゃいます。はい、じゃあいっちゃいます。どうぞ。おお、はい、いっぱい落ちました。はい、一発目落としてますが大丈夫ですか。はい、ヘアメイクの声が枯れてます。声が枯れてる。綺麗な声でお願いします。はい、映ってますね。
思います。私の髪の毛やってくれたのはアーティズムさんの明石さんがやってくれました。すごい優しい雰囲気のお兄さんだったんですけども、私の髪の毛はすごい全体的にふわふわにしていただいて、でなんかすごいびっくりしたんですけど、巻いた後にドライヤーでバーって一回巻き髪を崩してふわっとするっていう、へぇ、すごいエアリー、すごいエアリー、なんか後ろとかも外羽にしてもらって、ねえ、今日外羽かわいい、なんか顔周りはまっすぐにしていることで、なんかこうスーッとなるんですけど、後ろは跳ねてるから引き締め効果があるみたいで、すっきりまとまってる、引き締め効果、そう、小顔効果、かわいい、すごい似合ってる、外羽、外羽、ね、かわいい、超ふわふわ、なんか自分でもできそう、確かに、なんか濡らしてなかった、初め最初シャンプーしてもらって、ブローしてもらって、髪の調子を整えてもらって、そうなんだ、そうやった、なんかすごいゼロからやっててね、超綺麗じゃない、すごい立体感ある、立体感ある、うん、ある、私もびっくりしました。なんか結構巻き髪って定番化しちゃうじゃないですか、自分でやると、だからこういうなんかちょっとした技を覚えるといいですね。そう、そうなんです、いいこと言った、どうせに出てきたんですよね。そのときに、一番さん言った人と念願の再会を話しました。はい、嬉しい。再会じゃないみたいな。初めましてしました。大丈夫ですか？はい、そんなことより今日のポイントを説明したいと思います。はい。帽子でも可愛い。これは帽子が今日ポイントじゃない。帽子してて。ポイントじゃないよ。帽子してても。綺麗にあれですか、なんか、まずポイントは、はい、専門的な話を教えてもらったんですけど、ここでまとめると中心がここになるから、こうなってこうなってバランスが変わるからこうらしいです。どういうこと？さっき暴走始まってるよ。なんで指示語だったけど、後ろから見るとこうでしょ、私ここ右にあるじゃないですか、こうなって、はい、そのままこっちを取ると重心値が変わるらしく、はい、だけどここをちょっと残すことによって、はい、重心値がちゃんとするらしいですね。はい、バランスが取れる、顔の話、顔の位置、顔の位置は変わらないです。あの髪型の重心値が変わるらしくて、うん、まあよくわかんないんですけど、とりあえずこうなんかスッキリね、今日はいつもと違ってまとめ髪にしてみました、うん、はい、どうでしょう、素敵、可愛いです、ありがとう。なんかね、今日のコーディネートにすごいぴったりだと思う。あ、どうですか、うん、さあ帽子と合わせてこの髪型にしました、うん、なんか秋らしい感じがする、とっても、うん、先週とはね、クって変わってキュッてした感じ、うん、あ、先週見ました、うん、見ました、見ました、見ました、先週キュッと、先週はね、すごいなんかエアリーにね、エアリーね、ドーリーな感じだったもんね、うん、そうですね、くるくるが多かったんで、うん、今日はスッキリ系で、そうだよね、こういうさっき初めて見たよ。どうでしょう、うん、新しいさっきもういいですか、それ大丈夫、ありがとうございます、かわいい、かわいい、はい、じゃあ次はじゃあ、エリサちゃん行く、私、どうぞ、はい、じゃあお見せしちゃいますね。じゃあ黒髪なんでね、近くに寄らないと、うんうんうん、その立体感が見えにくいかもしれないですが、あ、でもね、わかるよ、わかりますか、わかりますか、わお、うん、結構、前からも後ろからもしっかり、うん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 、しっかり、ね、エレガント巻き、エレガント巻きをしていただいたんですが、今日はちょっと服装もそんな
なんていうんですかね、大人っぽい感じではなくて、まあ、丸襟だったりとか、ちょっとそのガーリーな部分も取り入れてるので、ちょっと女の子らしくなるようにということで、あの巻いた後にちょっと崩して、あの、なんていうんですかね、この毛束感をラフにしていただきました。で、私がセットしていただいたのは、はい、アーティズムさんの長谷川龍太さん。あ、出ました、また長谷川さん。実は別の仕事で一度お会いしていたことがありまして、今日何ヶ月ぶりだ、2、3ヶ月ぶりの再会だったので、あ、おちょっと、まさに再会ですね。また再会で、長谷川さんも私は初めましてでした。負けました。まさにの再会なんですね。そうですね、再会してやっとやっていただきました。前回はね、ちょっと違う方に、それはちょっとじゃんけん弱い方で、違う方にね、やってもらったんですが、今日はじゃんけんなしで、久保井さんやっていただきました。こんな感じです。黒髪でも結構フェアリーな感じにまとめていただいたんです。軽やかですね。いい感じ。ぜひ皆さん、黒髪でちょっと大になりたい、難しいと思う方は、ぜひアーティズムさん、長谷川さんに行って、はい、私も今就活中でちょっと黒髪重いんですけど、エアリーにしていただきたいんでとか言って、ぜひ長谷川さんのもとにお尋ねください。長谷川さん、長谷川さん、見てる。仕事中。以上です。はい、ありがとうございます。エリセちゃんでした。はい、はい、じゃあアンナちゃん行きます。ゴリ押しだね、自分で。ナイス。こんな感じです。あ、素敵。かわいい。ふわふわにしてもらって、アップよりは下ろした方がいいということで直してもらいました。私が、私の髪型やっていただいたのはこの、ヨウさん。りょうさん、なんかニコさん、さん今日ね、りょうさん見に来てくれてます。りょうさんがいます。仕事をサボって見てくれてます。違いました。違いますね。嘘です。はい、感じでちょっと聞こえてる。こんな感じにしてもらってまして、今、まあ、一番年上ってことで、ちょっとあの若くしてください。あ、そういうオーダーだった。もともとは、で、私ちょっとこの前髪が今まで24年間素敵だったことがないんですけど、ちょっとなんかこううまく前髪先だけをこう巻いてもらって、2段階ぐらい分けてもらってこう巻いてもらってやってもらったので、なんかちょっとこれなら自分でもできそうだし、こうバランスとかもいいかなと思って。すごい綺麗。本当ですか。あのね、モテヘアってやつね。わかる、モテそうだね、ね、この巻き髪。これで、表参道で歩いてみます。頑張ってください。頑張ってください。かわいい。いい感じ、ワンピと合ってるしね。合ってる、なんかデートとかに行きたい、こういう髪と格好で。まあ、なんかちょっとこう、取れかけても可愛い髪型なの、うんうん、そうだね、ゆるい感じが可愛い。余計可愛いかなみたいな。確かに。かわいい、ありがとうございます。りょうさん、ニコちゃんマークなんかつけちゃってね。ねえ、ちょっとなんかお茶目でアピールが。ねえ、りょうさん、なんか暑苦しめな方なんですけど、面白い方なんで、ぜひね、りょうさんのところにも。ね、はい、じゃあセリーヌちゃん、はい、セリーヌちゃん、ラストは、はい、どうぞ、セリーヌ、はい、セリーヌちゃん、英語で言ってもいいよ。あ、うん、ノー、嘘。私の髪型をセットしてくれたのは、はい、アリズムさんの、おー、アリズムさん、アリズムさん、 RYO、 おー、やってくれました。本物のめっちゃ発音いい。アリズムさん、アリズムさんみたいな感じだったから、ちょっと RYO って言ってみました。あー、すごい。で、私いつもなんか基本ストレートなんですけど、こうなんかカールしてもらって、なんでリッチな女になった気がして。リッチな、そうなんですよ。大人っぽい、ちょっと大人っぽく、うんうんうん、大人っぽくしたんで、うんうん、なんか髪型と合ってるかなと思って、あの私がなんか一番年上みたい。リッチな、リッチなガールズと、リッチでよかったです。ミックス巻きだね。ここら辺は外巻きなんだね。そう、私絶対できないから、りょうさんのこのテクニックがね、あ、すごい上手いし、RYO、 RYO、 RYO、 皆さんの言う髪型
だった？なんかディナーとか行きたかった、うん、そういう、うん、あ、ディナー？あらよさに頼んでこういう姿にして、あみんないい人だったよね、いい人だったね、なんかめっちゃ喋りやすい人ばっかだった、うん、ちょっと特殊で、あの男性の方がね多くて、多かった、確かに、うん、イケメン揃いでね、ちょっと軽く汗ばんだ、緊張してた、緊張して最初喋ってなかったよね、静かにこう最初緊張しすぎちゃってね、つぶつぶいだこと、テクニックだけでなく全部ね、ほんと入ってパッと男性のことばっかりってなかなかあんまりない気がする、確かにね、ちょっとイケメン探してる方は全然サロン入ったらね、 RYO さんもいるしね、 RYO さんはなんかね、いろんな話できて、ロボットとかの話もさっきしてて、なんでもいけちゃうんだな、何ですって、ポケット広い人でした、ポケット、あ、実はなかった、なんていうの、会話の引き出しが多い人、そうそうそうだね、宝箱みたいなね、目もキラキラしてたし、純粋なやつですね、ちょっと毛が濃いめな、ね、RYO さんちょっとダンディーな、ね、生長谷川さんにも会えたし、ね、そうだ ね、 うね、前はパソコン上でお会いしてた、パソコン上でお会いして、そうそうそう、呼びかけてっていうね、だけ の、 あの関係性だったんですけど、まさかね、ネットで呼びかけるようになっちゃうの、ね、すごいですよね、あ、ちょっとじゃあまた、あの、言いますよ、今日みんながやっていただいたのはアールイズムさん、間違ってる？間違ってる、アーティズム、アーティズム、すいません、ここ大事、アーティズムさんでした、はい、番号の方こちらです、 03-3403-2777 です、これは場所は原宿ですね、原宿、はい、モテ参道からすぐだったね、すぐだったね、交差点の近くね、裏原の方、結構、うん、なんていうの、はい、なんかお店もおしゃれで、そう、トイレがすごい可愛かったね、めっちゃ可愛かった、そう、壁がなんか真っ赤なんですけど、うん、その真っ赤なそこがよく見ると全部サイコロの目なんですよ、入りますか、かわいい、3回ぐらい入ったけど気づかなかった、3回も入ったんだ、サイコロ、サイコロがね、全部壁にこう、細かく、地面もそうだったの、え、地面もそうだったの、それ気づかなかった、超綺麗だったよ、それね、もう一回買おうのか、もう一回行った方がいいよね、サイコロ探しに行ってみてください、トイレにね、しかもなんかジュースを飲んだんですけれども、なんかリンゴジュースめっちゃ美味しかった、リンゴジュース、リンゴジュースのオレンジジュースとか、どこのリンゴですか、青森さんトイレも皆さん行ってみてくださいね、なんかちょっとそうだね、トイレ行ってんの、トイレも全部行ってくださいね、プラスアルファ的なね、では今日もスペシャル企画いっちゃいますよ、なんだ、イエーイ、カミカミアムさん、アーティズムさん 20% オフしていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい、いやー、今日もすごいね、太っ腹だね、20% って結構大きいよね、大きい、見た人だけですか、見た人だけですよ、これを言えた人だけが 20% オフになります、うん、はい、言えるかな、言ってみて、噛まなければね、神々を見た、はい、神々を見たアルズム、あ、いや、綺麗な発音、ここよりここの発音がね、アルズム噛まないで言えるかな、 20% オフなんで、今日この後ね、東京住まいの方はぜひ、ね、はい、電話して行ってみてください、土曜日だしね、今日は、うん、これを見て、その足で、アーティズムさんは、なんか支店とかはないですか、ここだけです、間違えたりはないですかね、1店舗は、北海道、北海道、北海道、すごい、だからリンゴも、あ、違う、大丈夫だ、リンゴは青森だね、間違いはないですね、東京のアーティズムさんに、東京歴3年半です、
全然住んでる。わかんないよね、場所が。ちょっと今、ちょっと間違っちゃって。長野と名古屋の違いが、私ちょっと間違うんです、いつも。名古屋と長野、うん、ね、全然違うのに、名前が似てるから。うんうん、まあ、そんだけね、流暢に話せてればね、日本語。確かに。3年生で英語そんな話せないでしょ。私よりなんか滑舌いいよね。いいよ、さらに。そうかもしれない。そんなことないっす。原宿とかはよく来る？みんな。原宿はそうだね、うん、結構買い物だったり。私めっちゃ来るんだよね。買い物もそうなんだけど、サロンにもよく行くし、サロンめっちゃいっぱいあるよね。あるね。たくさんある中でね、そう、原宿とか本当おしゃれなのがいっぱいあるから選ぶのが難しいけど、こうやってなんか実践してあの例があるので、アーティズムさんにはすごい行きやすくなったかなと思います。そうですね。まあ、カミカミ美容室のね、この番組を通して、ね、美容師さんのポイントだったりとかも説明させていただいてるんで、ぜひ参考になる番組になるようにね、うん、私たち心がけていきたいと思います、ね、頑張ってます。今後ともどうもよろしくお願いいたします。だって美容師さんのさ、はい、ヘアスタイルって雑誌とかで見ることが多いじゃない。そうヘア型でもさ、こうやって動画で見れるっていうのはさ、うん、メリットじゃない、この番組。すごいね、確かにね、ね、ここがふわふわで、なかなか 3D で全面見るのって難しいからね。そう一周見れないで、横顔とかさ、斜めのとことかね。でもここのさ、カミカミのアプリだと、うん、なんか8つの角度から見える美容のアプリ、うん、ありますよね。あ、そうですね。あれ、なんていうアプリだよ。似合わせ、似合わせっていうアプリ、さっき見たら、ね、ぐる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 ってモデルさんが回って 3D みたいに見えるアプリがあるんで、それも合わせて、この番組はもちろん映像でね見やすいんで、その髪型とかもチェックしていただけるんですけど、見合わせっていう、その似合わせっていう、なんか書きますか、似合わせっていうアプリが、その静止画ですけど立体的に見える、美容院に行く前って髪の毛悩むじゃないですか、髪型。あれだとだいぶ参考になるので、今ちょっと片手にね携帯ある方はぜひ似合わせってアプリで検索していただいて、ダウンロードしていただければすぐ使えるので、そちらも合わせてチェックしてみてください。似合わせ似合わせ、ね、さっき見たらすごかったよね、なんかぐる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 。あ、もしかしていつも撮ってるやつ。そうだと思う。なるほどね、似合わせ。これじゃなかった。まあそんな感じで、似合わせも皆さんじゃチェックしてみてください。お願いしますね。はい、じゃあちょっとみんなにあの質問コーナーなんですけど、あら、結構じゃあ普段こうおろしでもうセットしないパターンが多いか、結構がっつり巻いたりします？あ、髪型、結構私はポニーテールとかにしたりとかするんですけど、ポニーテールにするにしても、巻いてからポニーテールした方がまとまりやすかったりとか、そうですね、基本的に初めに巻いてからスタイリングを始めたり、毛先の動きとかね、いい感じになるよね、巻いてからも。前髪とかも巻いたりする、前髪は巻きすぎておばちゃんっぽくなる。髪なんですよ、前髪は。ガーリーに可愛くてクルンとする時と、なんかちょっと角度間違えてスッてこっちの方行っちゃうと、すごい、それは私も前髪あるじゃないですか。20ぐらい。だから前髪ある人って本当ね、もう微妙な差ですごい変わっちゃうんですよね。難しいんだよね。あ、一緒、それこの髪型。そう、これ私たち聞いた仲間なんですけど、本当にコテの入れ具合ですごいなんか80年代風になっちゃったり、でこの分け具合とかでも結構ガーリーだったりとか、ちょっときれいめを足したりとか変わってきますね。なんかセリナちゃんはこだわりとかある？前髪、なんだろう、ここから分けるのが好きで、だからちょっとおでこ見せるみたいな、全ては見せない、チラ見せな、チラ見せな、ね、がいいかなと思って。あ、これよりも前髪だな。前髪、多分ね、セリナちゃんと近いかも。チラ見せが好き。
眉上オンザブやな。そう、最近前髪切ったんですよ。なんかおでこ出した方が顔が明るく見えるって言われて、すっきりしてる。そう、だから光とかも入ってくるから写真に写った時とかも、ね、いいかなって思って切ってもらったんです最近。オンザブなんか前髪がなんかこうちょっとここの間に数字を見えることで、それこそチラ見せすることで、ちょっとするだけで変わる、ね、明るくなるっていうかね、なんか若く見えるよね、うん、あ、そうそう、若く見える前髪だと、でなんかちょっと私の裏技なんだけど、写真とか撮るときに自分のなんか右目と左目ってさ、若干大きさ違うとか思う、なんか右目とか大きいとか思ったら、大きい方の目の方で分けるとなんかすごい写真写り良くなるよね。へー、やってみる。プリクラとか撮るとき、ここで私右目こっちで分けるとめっちゃ大きく写るね。そんなんすごかった。こうやってテクニック、テクニック、親やりです。メモだね、それ。目大きくしたいときは、じゃあ分け目を、目大きい方の、大きい方の、ちっちゃい方の方に分け目を出す、大きい方を出すように分ける。はぁ、なるほどね。遠近法やな。でも遠近法も使えるね。大きい方の目をカメラに向けて、こういうふうに、私右目が大きいと思ったら右目をこっちにすれば大きく映る。なるほどね。あぁ、こうか。そんな賢いね。賢いっしょ。持ってる、頭いいと思う。いろいろ考えた上でね、可愛い格好知ってたんでね。何枚か撮って、あ、これが一番いいみたいな。何だよ、ある、私はね、こっちが癖。そっちが癖。あのね、こっちが癖なのに、こっちで噛むから、こっちのほっぺたがでっかくなっちゃって、こっちでね、ちょっとシュッとアップしようと思ってるんだけど、こっちが癖なんです。わかります？こっちが出てる。ほっぺ大きくなっちゃうの？神田、皆さんこれが、あ、美容テクなんですけど、美容テクっていうか、ちょっとアドバイス。噛むのは本当、どっちかに左右しない方がいいんですって。両方ともバランスよく噛む。同じ回数噛むってことだよね。そう。じゃあね、どっちがほっぺが噛んでる方のほっぺが、でっかくなっちゃいます。なんか顔の歪みとかもそれから来るっていうのも、こっちばっか肘ついてるとこっちに歪んじゃうとか、ね、カバンもね、寝方もそうだって言ってた。こっちしたらそうだ、だってなんか耳も潰れるもんね。だから耳の角度が違ったりするんですよ。ずっと耳下に出たりする、あれ右耳閉じてないみたいな時があるんです。本当に寝方も、まあ、髪型もだけど、偏らないようにしないとね。私は分け目で寝てる。分け目で寝てる？なんかこうやって明日こんなふうにみたいな。え、でもさ、結局起きたらギュアってなってない？なってる。スタイリングがならないように。気持ちの問題ですね。じゃあ続きのコーナーいっちゃいますか。いっちゃいましょう。はい、じゃあいっちゃいます、どうぞ。ではアプリ、ホームページ紹介のコーナー。このコーナーではおすすめのホームページとアプリを紹介します。はい、一つ目はこちらです。 It Draws It というサイトです。こちらホームページなんですけれども、はい、先ほどあの長谷川さんって言ったじゃないですか、はい、こちらのスタイリストさんもこのサイトから見つけたんですけど、はい、ここのところにいろんなスタイリストさんが載ってます。今日のりょうさんも載ってますよ。あ、ほら、りょうさん、本当だ、噂のりょうさんも。これをクリックしてもらうとプロフィールが出てくるんですけれども、こんな感じで、スタイリスト歴6年、血液型 B 型、出身地北海道っていう感じでプロフィールが出てきて、あとはアピールコメントとかマイブームも出てる。マイブームね、すごい細かく。アセロラドリンクだって、アセロラドリンクのマイブーム、具体的、具体的だね。CM が好きなのかな、踊ってるやつ。会話のネタになるよね、こういうの知っとくと。その前にさ、調べてさ、いい感じじゃない、こういうのとか。こうやってね、すごい一人一人のすごい細かいプロフィールまでね、出るしね。そうそう、なかなかないもんね、こういう細かい書いてあるのって。しかも、なんか参考になるね。検索ができるんですよ、こちらのサイトから。スタイリストさんのプロフィール検索ができるんですが、こちらからスタイリスト歴とか血液型とか入力してもらうと、それに合った
タイリストさんが出てきます。そう、相性占い、相性検索、これすごいよね。あ、じゃあ勝手に相性をいい方を選んでいく。そう、そうなの。へえ、簡単、わかりやすいね。好みのスポーツとか、スポーツ、そう、スポーツとかブランドとか音楽とか、本当に自分の趣味とか入れてもらうと、それに合った人が出てくるよね。それは地域とかも選べる。地域もね、選べ、そうだね、出身地が選べますね。本当だ、めっちゃ友達になれそうだね。お見合い気分だね。お見合い気分だね。本当そうなんですよ。女の人がいいとかさ、男の人がいてない？あるあるある。だよね。女の人がいいとか、そういう時も女の人から検索できるから。こんな調べて出ますし。ほら、全部女の人のスタイリストさん出てきます。検索すると。超便利これ。わかりやすい。便利。イットドローズイットですね。でね、この間みたいに調べて実際こう会って感動するっていうね、う私みたいな人もいると思うしね。会えた時嬉しかったよ。いや本当に、あ、本物みたいになっちゃいました。だから長谷川さんに、長谷川さんですか、本物だとか言っちゃったら、わみたいな。長谷川さんイケメンの方ですね。それよりも会えた時の嬉しさがね、あるかもですね。さらに先に写真見れてる分、ね、本当にあーってなるよ。でも結構人見知りの方とかやっぱ美容室行ってあんま会話がって方多いじゃないですか。そういう方にもねすごい便利だと思います。便利ですよ、うん、かなり使えるんで検索してみてください。検索してみてください。もう一個、こちらカミカミ美容室のホームページです。はい、でこちらのサイトでは私たちのこの毎週の放送が見れたり、あともう一つすごい大きな機能があるんですけど、なんだ、実はなんだなんだ、自分の投稿、女の子とか男の子どっちも、男も女もどっちも OK なんですけど、はい、こちらに登録してもらうと、うん、あのサロンモデルのスカウトが来ちゃうかもしれない。すごいです。すごいだからね、モデルさんに登録してもらうと、はい、サロンデビューも夢じゃない。そうなの、プロフィール、うん、こういう感じで、すごい、名前とか身長とか、それはすごいね、ね、てきて、そう、興味ある子もね、どこ、うん、から行っていいのか分かんない。そうなんだよね。ちょうどやりたいなと思ってた。思ってた。ぜひ、ちょっとぜひ登録しよう。前回ねゲストで来ていただいた方も、この後の三上美容室、そうそうそう、先週ゲストで来た三浦ちゃんもね、はい、もう登録してくれてるんだよ。早い早い。多分これオファー来たらね、撮影できるから、なんか広がりそうだね。広がりそうだね。広がりそうだね。画期的じゃない、こういうのなかったよね、今まで。だからさ、サロモってよくさ、原宿の交差点とかで声かけられてなるとか、運もあるじゃん。やっぱその通った時にさ、美容師さんがいないとさ、声かけてもらえないとさ、でも分かんないしね。ちょっとなんか連絡先教えるの怖かったりとか、分かる。なんか実際にその道で声かけられると、本物かなみたいな怖さがちょっとあるから、そういう意味ではすごい自分から能動的にやりやすい。そうだね、本当に簡単だしな、うん、すごい。こちら信頼性も高まってますよ、ね、こんなにたくさんのモデルさんがもう登録してくれてます。かわいい子ばっかりやん。もうこれって年齢制限とかはない？年齢制限はないですよね。うん、なしで。じゃあもうありがたい。高校生も。ありがたい。夢のサロンモデルへ。慣れちゃう。いいね。いいんだよね。すごい。もうね、撮影に行ってる。もうね、撮影に行ってる人もいるそうです。え、すごい。すごい。このプロフィールね。気軽にやってもらえるからね。いいな。またそうなんかね、プロフィールの下にモデルのオファーをかけるっていうクリックするボタンがあって、そこからオファーが、オファー来い来い、ね、オファー来い来いだね。来い来い来い。やりたいよね、サロンモデル。やりたいね。すごいね、気軽にできるってとこが本当ポイントだと思います。すごいな、本当が怖くないしね。怖くないね、これがあれば。とこれじゃあこちらカミカミ美容室っていう検索したらもうホームページが一発で出ますよね。出てきます。はい、じゃあ詳しくはこれ押してますよ。お願いします。じゃーん、はい、はい、番組ホームページはこちらになっております。 http ちょんちょんちょいちょい、これ何でも全部わかんない、セミコロンスラッシュ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 、カミカミドット TV スラッシュですね。はい、はい、美容師検索サイトが It Draws It で検索していただくと出ると思います。はい、あとは
あ、もう一つ今日ありますね、まだあります。はい、あと一つこちらいっちゃいます。アプリの紹介です。カミカミアプリでーす、はい、イエーイ。これはさっき私エリさんのサメ撮ったんだけど覚えてる？サメ撮ったの覚えてる？ちょっとこっち向いてって言って撮って、そう、はい、覚えてるよね、うん、あのね、写真を使わせてもらいました。マジか。エリさんのサメです。悪用した感じではさらっと撮って。悪用なくていい方ではない。大丈夫、これすごいんだよ、めっちゃめっちゃ本当すごいから、うん、まずね、顔のサイズをこの枠の中に合わせます。はい、エリさんの顔を縮小して拡大して。ドキドキする。何まあ、枠の中に当てはまったじゃん、これでも、はい、当てはまりました。で、当てはまりました。ボタンを一つ押すと、なんと、わー、すごい、嬉しい、すごい、はい、これも可愛い、しましたよ。なんか髪の毛の、すごい、ヘアスタイルをこのアプリのワンタッチ一つでいろいろ試せるっていうアプリなんですよ。はい、超便利なのこれ。だってね、このね、一個押すだけで、ほら、本当だ、そのギャルショップ。かわいい、すごい、本当だ。じゃあこれもう顔丸坊主みたいなもう全面に出して撮った方が、そう、なんとかも前髪上げて撮ったりとか。なるほどね、うん、本当丸坊主にしてやったらこのすごいいろんな感じで変身できる、当てはまるから、うん、いいと思う。すごい、なんでこんなに当てはまってるの？これはサイズを合わせる機能がすごいちゃんとしてて、縮小とか位置と顔の大きさとかいじったからか、うん、そうそう、ほらここに拡大ボタンと縮小ボタンと、すごい、上下左右も合わせるボタンがあるから、うんうん、簡単なのすごく。え、これさ、美容院行く前にさ、前髪切ろうかどうしようかって悩んでる時にさ、自分でなんかさ、あ、やる、や、似合うかな、やる、鏡の前でこうやるよね、やるやん、それがここでできちゃう、すごいね、すごい、色とかもね、こういう感じがいいじゃないの、うんうん、色もこういう感じで簡単にね、あ、わかりやすい、うん、合わせるだけで、ほら、色変わるとか、色がそう変わるの、こうやって簡単に、バリエーションもね、超あるからね、面白い。で、これ美容師さんに持って行って、うん、こんな感じで、いいね、なんか雑誌切り抜いたりしなくていいからよくない、うん、そのままこうやって画面デジタルだね、いや、現在的ですね。すごいね。で、リパートリーがいっぱいあるからね。多分自分に合ってるのが見つけられると思う。うんうんうん、あと、選ぶっていう機能もある、逆に。もう、あらかじめ。自分に当てはめないで。そうそう、サロンモデルさんのサンプルを見て、こうやって好きなヘアスタイルをこの中から選ぶことも可能だし、さっきみたいに当てはめるのも OK だし、超便利なんですよ、これ。いいですね。セリフってなんかしたい髪型とかある今。でもなんかこれ見て遊びでもできるなと思って、か自分なんか男の子の髪とかしたいなとか、できちゃうじゃん、できるね。セリーヌちゃん、さっき撮ったの覚えてる？セリーヌちゃんもあるのね、撮ったよ、撮りましたよ、しかもちゃんと正面で撮ってるからバッチカイフ映ってるよ、ちゃんと、うまい。じゃあ、何がいいかな。今ロングだもんね、ふわふわのロング、そうね、バブいっちゃいます。かわいい、セリーヌ、あ、すごい、全然違う雰囲気が、ね、あ、かわいい、ほら、ほら、セリーヌっぽさが増すよ、セリーヌっぽさ、セリーヌって感じ、セリーヌって感じなんだ、ほんとさ、ね、いいかも、こっちもいいかも、うん、似合う、これも、ま、キンキンとかもね、できるから、うん、キンパも似合いそうだね、セリーヌちゃん、ほんまだから、やりたい、ほんまだから、ほんとだ、レパートリー弱いね、すごい多いですね、めっちゃ多い、簡単なのがいいよね、うん、ワンタッチだから、うん、本当に見ててもね、面白いしね、そうそうそう、みんなでこう楽しめるよね、こうみんなで集まった時にさ、この髪型どうかなってさ、相談し合うの楽しくない？あ、楽しい、そうだね、ご飯の時とかにさ、こうやって集まって、髪型悩んでんだけどさ、みたいな、そう、どれがいいかな、みたいな、うん、でこれない時さ、普通にさ、ちょっと髪上げてみてよとかさ、なんで、やるやる、なるなるなる、めんどくさいじゃん、ボブにしたいなら上げてみてよ、じゃあみたいな、そうそうそう、ちょっと上げてすごい厄介なんだよね。いやでも本当便利ね、めっちゃしたい人にはこれいいね、うん、結構これもし3回見てくださってる方はね、今も見てくれてると思うんですけど、うんうん、ね、みんなぜひ使ってほしいですね。これどうやって検索したら出てくるの？これはアプリで、カミカミって、はい、KAMI、カミカミってローマ字で入れてください。はい、簡単に出てくると思います、はい、アプリでもすぐ出るので、カミカミで検索してみてくださいね。あとね、もう一個ブログができたんだって、この番組の、おー、ありがとうございました。
で、そのブログにはうちらの撮影のオフショットがたくさん載ってるそうで、はい、あれちょっと怖いねそれ。私この間見たの、すごい顔したらちょっとすっぴんに近い写真に変えてあってんの。おお、ね、かなりねすっぴんに近い写真。でもね、本当ね、もう数の段階から撮られてるもんね。撮られてる、うん、うちらがサロンさんにいて、こうセットされて、さっき撮られてたでしょ、うん、あれが乗る可能性がありますよ。ちょっとチェックして。それちゃうの。今度番組中テンション高いけど、朝来た瞬間のこの静けさんの、ね、顔も見れるかもしれない。そうそう、ね、オフショットだから、うん、途中からさ、なんか結構みんな慣れてなかった話盛り上がってた、うん、みんなと噛み合ってた、朝一割とみんな目半分しか開いてなかった。すっぴんだったしね、あそこが。そうそうそう、うん、そういう感じで、ね、アプリもブログも皆さんチェックしてみてください。はい、じゃあ次いっちゃいましょうか。はい、はい、いきますよ。おすすめコスメ紹介コーナー、イエーイ。はーい、うんうん、では2人ともね、おすすめのコスメを紹介して、皆さんも一緒に美容の知識を上げて女子力アップしようというコーナーになっております。イエーイ。リアルにうちらが使ってるものを紹介したいと思います。なるほど、はい、みんなおすすめのもの持ってきてくれましたか。持ってきたよ。はい、持ってきた。じゃあ、ちょっとワイルからいっちゃいますか。ワイルからいきますね、はい、私の今日のおすすめの美容品はリップクリームです。おー、知ってる知ってる。私リップクリームないと死んじゃうんです。うん、ひっくり返ってる、ひっくり返ってる、ひっくり返ってる、こっちだ、ありがとう。なんかもう乾燥とか許せなくて、常に乾燥の季節だよね、もうね。そう、お肌になってくるじゃん。これめっちゃあれじゃん、あの京都のやつじゃん。知ってる？幼児屋。知ってる、有名なんだ。有名、あの油取り紙で有名な お店なんだけど、女の人の顔がロゴのやつ。あー、そう、ゆず、ゆずの香りのリップクリームで。匂いして、わかる？おー、匂いない、匂いたい。なんかお腹すく匂い。お腹すく匂い。美味しい。美味しい匂い。ね、いい匂いがする。いい香り。使い心地はどんな感じなの？めっちゃいいよ。結構あのサラサラ。なんて言うんだろう。しっとり。しっとりしてるかも結構。こうやって指でポンポンポンってのせる感じで使ってる、いつも。お前も乾燥の季節でね、いきなりなっちゃうんだからね。これって京都でしか買えないの？これどうだろう。私京都で買ったでも。うん。そうなんだ。本店で。こっちのリップクリームもね、いい匂いするの、蜂蜜の匂いで。これ大好き。知ってる？これもやばい。なんか匂いがするやつだとついつい塗りたくなっちゃうじゃん。うんうん、だからもう乾燥知らず。これね、僕が好きこの匂い。うん、本当に蜂蜜の匂いするの。なんか本当に濃い、うん、濃い匂い。これね、結構な、うん。ハニーだな。これね、もう口から塗ったら、もうね、ダーリンとか寄ってきちゃうね。あ、ダーリン寄ってきちゃうね。寄ってきちゃうぐらい結構いいね、匂いがきつい感じ。チューしたくなっちゃうね、それ。チューしたくなっちゃう。いいよ、チューしたくなっちゃう。なんかね、プーさんのハニーハントみたいな、本当の匂いがする。なんかね、プーさんの匂いそうな匂い。本当、なんか。そう、本物の蜂蜜みたいな。本物の匂いがする。うん、これいろんな種類あるよね、このいろいろあったこのシリーズで、そういろんな香りがあって、私ミント持ってるんですよ、これの。これ普通のドラッグストアで買えちゃう？私はお土産でいただいたんですよ。私も、じゃあ、ってことは日本じゃないの？海外系？あの、多分グアムかな、グアムのお土産に行きますよ。でもアメリカのなんか薬局でも売ってる。あ、結構アメリカに売ってるんだ。輸入雑貨屋さんとかで私見かけたことあるから、日本でも結構買えると思う。日本もあると思います。うん。ね、みんなこれちょっと探してみたらすごいおすすめ。リップクリームって女子力ね、アップで必要ですからね。はい、じゃあ、アンヌちゃんお願いします。私はこれです。はい、じゃじゃん。何でしょう、それは。これはロクシタンのハンドクリームです、うん、あー、ロクシタン。リップクリームも、そうなんです。リップクリームも今乾燥の季節だけど、やっぱハンドクリームも今すごい大事で、うん、で、カサカサ。そう、これちょっとなんか限定でローズの匂いなんですけど、はい、そう、ただ、そう、でちょっとこう、でもこれ結構前かな、香りたい、香りたい。そう、親友に、うんうん、あのお土産で海外かな、多分。でも日本でも売ってたみたいな。なんかローズだけど全然きつくないね。あー、ちょっと鼻ついちゃった。鼻ついちゃった。鼻ついちゃった。
鼻がいい匂いで、これじゃなんか女子って感じの匂いがするね。ええー、あんたちゃんロキスタ好きなんですか？ロキスタ好きで、うん、あとボディクリームとか、いいですよね。そう、特にバラが、練り香水も、そう、バラ、うん、練り香水もバラ使ってて、そうで、このなんかこうきつくない匂いで、コスラクトとこの辺につけ、耳の後ろとかにつけて、うん、こうふんわりこう、すれ違った時にセクシーな、すげえ、いい匂い、いい匂い、食べ物みたいな、これね、そうそうそう、男性の方も振り向くみたいなね、ちょっとここか、ここ大事なんや、大事、ね、匂いのものってね、つけ方でだいぶ変わるからね。そうそうそう、なんかリンパのところにつけるといいみたいで、熱が動くんですよね。だからこう、匂いも変わってきちゃうから、うん、そうだ、なんかね、ほんとここ脈、心臓脈か、脈が動くからあの香水とかもね、ここにつけたら動いて匂いが香るっていうらしいんですよ、知ってた？みんな。そうだかな、ね、これ私最近してワーオと思って、だからここなんでしょ、香水だからここなんだ。そう、ドクドクするから、で、こすっちゃいけないんだって。こすっとにポンポンって叩いて、そうだね、こすってた、こうやってパンパンってやって匂いが変わっちゃうんだ。こうやってってこっち、で、そうそう、手とか、え、じゃあさ、こことかツンツンツンとかさ、だって動くし、ここじゃもっと変わるんやろな、うん、目の上とかやっぱこう、あと下から匂いが来るから、うん、膝の後ろとかからもいいみたい、よくやる、よくやる、そう、それがやっぱこう、すごい、いい匂いで、香りが苦手な人がいてもね、膝の後ろなんだら、そんなに、うん、香りすぎないから、あ、自分も酔わなくていいよ。わかるわかる。電車あるから。自分の匂いでたまにくらっ。そう、つけすぎたみたいな。あるある。あんたちゃんは香水じゃなくてボディクリーム派ですか？私は香水は基本的につけるの。ダメで、ボディクリームほんのり香る人になりたくて。うん、いいですね。でもハンドクリームもちょっとこう。ほんのり匂いがするので、ロクシタンのローズ、ローズは今売ってるのでおすすめです。ありがとうございます、おすすめ。はい、じゃあどうぞ。はい、私はセリーナ、これのエスプリックのブランディシェヌル、シェヌル、そうなんだ、めっちゃ良いね、だからなんか言ったのめっちゃ良いね、シャイニーってやつで、これはあの安室奈美恵さんが使用してる、今やってるコマーシャルのやつで、ね、あんな素敵な、ね、女性になりたいなと思って、私もね、もう、もう、かわいすぎて自分も買ってしまったみたいな。中身じゃなくて、見せる。あ、綺麗、アイシャドウ、めっちゃ綺麗な色、うん、あんま使わないんだけど、やっぱオーディションとか行く時とか、うんうん、ちょっとね、目キラキラさせたい、あ、シャイニー系なんだ、シャイニー系で、うんうん、結構これをグラデーションで使うんですか？グラデーションで使います、ね、なんかさ、中にさ、使い方書いてなかった今。書いてる書いてる、こう、あ、見えないかも今ね、結構書いてるね、すごい詳しく、わかりやすいね、一緒につけるか、こうグラデーションにするか、うんうんうん、あのバラでこうやってやるかみたいな、あの一応ね、初めての方にも優しくやりやすい、ちゃんと書いてあるんで、これはすごいおすすめです。シャイニー、シャイニー、使いやすそう、なんかハイライトもね、わかりやすいし、わかりやすいし、なんかピンクと茶色ってさ、一番女の子らしく見える色だと思う、うん、そうそう、確かにな、ブラウンってさ、めっちゃ目元優しく見えるのね、そう、優しく見える、なんかね、黒より茶色の方が絶対ね、女の子っぽくなる、馴染むんだよね、優しい茶色になるよね、そうそうそう、きつくならないからね、そうそうそう、ねえ、ブラウンでぼかして、いいですね、使いやすそう、使いやすい、オーディションの時はね、必ずみたいな、キラキラさせていくみたいな、勝負コスメの勝負コスメ、そうそうです、はい、私は今日は紹介しません、あれあれ、お、何ですか、そういう日もあるかな、ないですね、うん、はい、ちなみに今日のメンバーがあるんですけど、うん、ちょっとトークなんで、うん、どうしようかな、じゃあそれどうしようか迷ってる間に私がさ、何か取ってきてくれるみたいな、届けてくれるみたいなので紹介します、はい、すいません、最近炸裂してるよ、ちょっとね、サボっちゃおうと思うとこでしたけど紹介します、お願いします、病室に忘れてきちゃってね、はい、そうなんです、そう、さっき荷物ね、では私のおすすめは、じゃーん、こちらディオール、私ね、この間もディオール紹介したっけ、この間もだっけ、そうですね、リップ、リップディオールだったね、ディオール好きなんです、とりあえずディオールの
下地とこちら、リキッドファンデーションです。おこれはセット使いで使ってるの、はい、セット使いのね、ディオールのいいとこはすごいね、こうパッて明るくなるらしくて、メイクさんもすごいおすすめしてたんでゲットしたんですけど、なんかね、結構自分の肌に合う合わないとかあるじゃないですか、だから、ほんで、でもね、これはちょっと夏に買ったやつだったんで、最近こっちに変えたんです。お、新しい、はい、これはもう皆さん定番のルミコさんです、あれ向け、え、なんで変えたの？季節の？季節の変わり、あのね、メイクさんも言ってたんですけど、先週1週間でいきなり乾燥季節になったらしくて、確かに気になる。だからもう美容部員さんじゃなくて、あの美容コーナーがすごい混んでたんですよ先週ね。だからもう私も急いで、ちょっとクリーミー系はやっぱルミコさんが好きなんで、ここにゲットしに行きました。じゃあこれで乾燥も防げて、綺麗に回れて。ルミコさんはとりあえずお肌に優しいとこがすごい好き。めっちゃ売れてるんでしょ、ルミコのファンデーションって。売れてるよね、みんな使ってるし、なんか雑誌とかにもよく載ってない？1位ですみたいな。1位なの、ウェブ系は本当よね、ここね、かわいい。縦長の方はこっちはね、下地なんですけど、こっち結構スキンケアが入ってて、だからもう初めの段階で乾燥しちゃってたから、すごい。そうなんです。だから、でも今着てる肌荒れとか、その乾燥とかって、夏に着たやっつけなんですって。あ、そうか。楽しがい線が。夏ね。怖い。仕事さんと見ちゃったから。私めっちゃ今焼けたの。今焼けちゃった。今からやった方がいい。そうなんだから、とりあえずもう早く変えて、乾燥してる方はもう乾燥ね、あったものに変えた方がいい、一刻も早く。しっとり系にね。そうです、勉強になる、そういうの。なんでしょう、やっぱり。今日いい、今日いい。本当に気づいたんだけど、この箱超可愛くて、Choose me って書いてあって、私選んでって言ってる。あ、本当だ、Choose me って書いてある。さすが Choose me らしいですよ。私選んでって。そのまで完璧。ルミコ高いんだっけ？ルミコ基本安いです。ね、ベースが3500円、ファンデーションが4800円。安い。もうちょっとディオールとかになるともうちょっと高くなっちゃうんだ。高いよね。ちょっと高いと思う。なんか結構シャネルさんとか他のブランドもちょっと高いじゃないですか。でもお肌に合えばすごいいいのもあるし、でも結構何がいいやろと思ってる方はルミコさん超おすすめじゃないですか。やってみてね、一回。肌に優しいんで、日本の方向けに作られた化粧品らしいんで。へ、そうなんだ。いいね。はい。肌に合いそう。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、くぼり。はい、サプライズ言っちゃった。じゃあ、私は。こちらです。もう本当に使ってるんで、中身がちょっとしかない。ちょっとしかないですが、本当におすすめなんです。これは実はヘアトリートメントなんですが、手がベトベトにならないスプレータイプのトリートメントなんです。すごい。で、名前がオロフルイドシャインスプレーというもので、はい、行きつけの美容室で買ってるものなんですけど、渋谷にあるラグジー、LUXIラグジーさんで売ってるものなんですけど、なんか香りが本当に良くて、なんかすごい甘いんですけど、オーガニック系、すごい自然な匂い。あ、いい匂いするんで、なんか本当一吹きするだけでいい女オーラが漂うんですよね。あ、なんかね、甘い、ね、バニラみたいな。モロッコオールと一緒だ。なんだなんだ。モロッコオール皆さんご存知ですか？すごい大人気の、私も使ってるモロッカンオイルっていう、モロッカンオイル、はい、トリートメントと一緒の匂いで、ね、すごいいい匂いでしょ。いこれいい匂い、髪から香ったらモテそう。そうなの、なんか香水って結構肌からとかね、そのやっぱりさっきアンネちゃんが来たみたいに香水だとカーンってきて、周りの人に迷惑になったりとか、結構香水の使い方って難しいと思うんですよ、絶妙感が。けどこれだと髪の毛からだとそんなにいやらしくなく、風が吹いたら香るぐらいな感じで、めっちゃいい、優しい匂いだからいいと思う。そうなの、結構すごい、そのトリートメント効果もいいものを使ってるトリートメントなんで、ちょっとお値段はするんですけど、これ1本で5000円。でもその価値はありそう、いいやつもそのくらいするんで、なんかいいもの欲しいなって思ってる方にはぜひおすすめです。
そのラグジさんにもこのトリートメントだけでも買いに行っても全然喜んでお渡ししてくれるので。どこ？渋谷？渋谷にあるビッグカメラの向かい、だから宮益坂の手前かな、歩いて行けるってすぐ駅から徒歩5分ぐらいのところなんで、ぜひラグディさんにもお越しいただきたいなと思います。これマジでおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、見てなんかみんなの聞けてすごい、ねえ、ね、リミッの話だけしたってすごいね、いろんな、みんなバラバラだしね。そう、確かに参考になってますか、皆さん。ねえ、ねえ、本当につぶやいてとかって、もう続いてコメントはどくらいの方が見てくれてるんですかね。ねえ、わかんないですよね、うん、とりあえずいつもね、11時から生放送でね、うん、やってるんですけど、うんうん、おっ、おっ、気にせず行きましょう。行きましょうね。はい、あと5分しかないんでね。うん、はい、ではもう早速、あ、早速じゃない、うん、もうこんな時間なんで、ゲストさんの最後にもう一度、はい、自己 PR の方、宣伝か何かあれば、ぜひどうぞ。がっつりどうぞ。じゃあ、セリーナさんからお願いします。はい。今 MC したね、ちょっとなんか。エリサ、エリサ仕事したね。ヒガセリーナです。グリーのブログをやってるんで、はい、ぜひ検索してください。あと、あの、ガンの雑誌に出させてもらってるんで、はい、あのアクションもできるようなね、見ます見ますために、はい、ぜひアームズマガジンという雑誌をチェックしてください。アームズマガジン、ヒガセリーナちゃん、はい、ヒガセリーナちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちなあんねちゃんどうぞ。はい、ちなあんねです。名前で検索していただくとアメブロ、あとツイッターもやってます。モデルとか、あとナレーションのお仕事もちょっとやらせていただいてて、すごいですね、綺麗な声だと思った。なので、まあ、あのラジオ CM とかに、まあ、そのうち出るんじゃないかなっていう感じなので、それがブログで一応載せたいなと思ってるので、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ、じゃあ久保エリサちゃんどうぞ。久保エリサ、ミスシュをやっていたちょっと固めな読毛です。ちょっとお固めですね、黒髪だし。ツイッターブログもぜひ、チェックしていただきたいんですけど、はい、雑誌としては、読毛って言っても女性誌ではなくて、エイナーさんとかメンズノンノさんとか、男性誌に出る女子の読毛です。なので結構男性の方は紙面でお会いしてるかもしれないんですけれども、うん、まあ、合わせてブログとかもチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。男性の雑誌どういう感じで登場するんですか？なんか女子の本音みたいなあるじゃん。ああ、女子は本当はこう思ってるとか、そういうページでいるの、あそこに大切そうそこで、ね、男子はこうあるべきみたいな、ああいうちっちゃくね、ちょこちょこ出ておりますが、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日は楽しかったです。あっという間だった。めっちゃガールストップかもしれない。いや、ほんとだ、ね、一瞬でしたね。皆さん告知はありますか？あ、私はね、もう今日大丈夫です。大丈夫、はい、私告知してもいい？どうぞどうぞ。そうですね、はい、今日ファッションショーに出ます。はい、この後銀座で9時半からやってます。砂漠のバラっていう場所でやってるんですけど、私のブログがこやつゆりで検索してもらうと出てくるので、そちらに詳細があるのでぜひ見てください。砂漠のバラね、砂漠のバラってとこでやります。ぜひ皆さん行ってみてください。結構ね、いろんな方が出るんで、ぜひ見てください。出場しちゃうのね。出場しちゃいます。歩いてきます。頑張って頑張って。すごい。じゃあ私の浜田咲のアメブロオフィシャルブログもよろしくお願いします。はい、浜田咲希望で出ますんで、はい、はい、皆さん覚えてくださいね。はい、覚えました。咲希望で出ます。咲希望。ありがとうございます。はい、はい、じゃああと1分ぐらいかな。はい。今日皆さんどうでしたか？楽しかった。楽しかった。あっという間でしたね。うんうん、本当に。本当女子会みたいで。いや、ね、そうなんですよ。なんか全然緊張もなく、いい意味で、ゆったりした番組なんでね。うんうんうん、だから皆さんよかったら、ちょっと暇になった時は遊びに来てください。ね、そんなにないな、午前中は。あれは 20% オフだよ。はい、そうですね。髪髪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 髪。こちらですね。アーティズムさん。いてください、ぜひ。私たちが今日スタイリングしていただいた、はい、美容師さんです。可愛くしてもらいます。他番号を最後に03-3403-2777です。はい、あ
ジルの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで来週はチェキも迎えてね、また3人 MC で頑張りたいと思いますので、皆さん来週の土曜日11時からまたお会いしましょう。お会いしましょう。また来週。せーの。